でね、はいここにさ葉っぱがあるんだけどさだこれさわいいこの葉っぱ見てさ、はい、何個ぐらい疑問出る。えな、ー、何個ぐらいまず何の葉っぱそのギザギザは何。どんな匂いかしらあと。 どうしたんですか？急に <laughs> ありがとうなんか意外と真面目に答えてくれて <laughs> <laughs> いや今度ね自由研究のトークイベントしようかなと思ってるんだけど、はい、そもそもさこんな葉っぱなんか見てみんなどれくらい疑問が湧くもんかなって思って聞いてみたへえどうなんだろうどうなんだろうね 仕事終わりの三十代。今週まだ二日目。このラジオはとある会社に勤める三十代 OL が週の二日目火曜仕事終わりにちょっと喋って帰るラジオ番組です。お疲れ様です。三十代 OL 神崎です。お疲れ様です。三十代 OL 山城です。まあ疲れて始まったけどそんな疲れじゃないんだけどね。まだ火曜ですもんね。 疲れてないけど、ねぎらう気持ちは大切にしたいですねそうだねはい、あ。いや葉っぱの話だよはいそう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 これさ、ちょっとそのいつも山城さんが水をやってる植物の葉っぱを1枚もらっちゃったんだけどさ、うん、えぇ、ー、ごめんごめん <laughs> ごめんごめん、ちょっとだけだからさ、いいかなと思って <laughs> 今度ね自由研究私さあの仕事以外の時はフリーの研究者として活動してるんだけど、はい、それに関連してやっぱ研究とかってみんないつでも好きな時に楽しんでもらいたいなと思って夏休みって自由研究が課題で出るじゃない、うん、ないんかその時だけやるのもったいねえなっていつも思っててさ。はいはい、でもももそそその なんかこうやりたいことを調べて持ってこいみたいな、うん、テーマだったら、うん、やりたいこと探しって意外と大変なんじゃないかと思って<ー>やりたいことってなったらもの物に対する疑問をどれくらい日頃から持ってるのかとかが意外と重要なんじゃないかなと思って<ー>ちょっと仕事中にもかかわらずもやもやしてたの、うん、あなるほど、うん、確かにねなんかでも疑問を持つことはあ みんんなあるんだろうけど自由研究として作ってきなさいって言われた時にあの思い出せなかったり疑問に思ってたけど思い出せなかったりあとなんか例えばその疑問がまあ多分先生に。 めめちゃめちゃゃその疑問何みたいなかちっぽけすぎるとか <laughs> くだらなすぎるみたいな疑問とかって絶対あると思うんですけど、うんうん、なんでなんでとかいつも家族に聞いたりするみたいに、うん、それをテーマとして、ね、ピックアップしたらいいんだろうけどなんかそれを忘れたりとか、うん、なんかそんなことをテーマにするほどでもないみたいな感じで思って、うんうん、一応なんかこう自由研究っていう課題って ようん、うん、用に準備するみたいな、うん、ちょっとそういう頭に切り替わりそうな気はしますね,そう,ねそうよね自由研究ってなんかそうそうなんかそれっぽい、うん、ちゃんとしたやつみたいな最近自由研究をするための本みたいなの結構出てて<ー>昔そんななかったと思うんだよね<ー>なんか。 でもちゃんと本でこういうふうに書くといいよとか、うん、壁新聞の作り方とかあってなんかそういうのも見てたんだけどなんかギョギョしいなと思って<ー>作品じゃないけど研究者で言った論文とかになるんだけど、うん、そ,そこまで力入れてや,やんのか今の子はって思いながら思<ー> <laughs> ってたんだけどど,どうだった何やった自由研究 私小学生の時の自由研究で一番覚えてるのは、うん、水洗トイレのの仕組みっていうのをました<ー> <laughs> なんかそれはお,<ー>あのお家の水洗トイレがあるんですけどんんそ,それがなんか結構調子悪くなることが多くって<ー>あの手洗う水の出る出方とかあとなんかこう何て言うんですか ボタ,ンボタン的なものが、うん、うまく作動してないみたいな,、うん、なんか昔はあれじゃないですか今はこう、ね、で電気でこうピピッとかするタイプが多いけど昔というか今もあると思うんですけどなんていうんですかこのひねるっぽいやつ。あの <laughs> レバーーついてるそそうそう,レバーうん、うん でうちはそれだったんで、うん、そのレバーがなんか固まっちゃったりとかしかも空回りしたりとかしちゃってそういう連動してるタイプの水洗トイレで、うん、だからその何かあった時あの父親が修理してたんですよあの開けてね。でそれを夏休みにもやってたから、うん、こ,のここの中はこういうふうな仕組みになってるんだみたいなうん、うん、だからこここうすればこうこうみたいな。 っていうのを教えてくれて、うんうん、あもうどうせだったらこれを仕組みを図に書いて説明しようみたいな感じで推薦トイレでしたねうん、うんえー。でもいいねそれ。<laughs> うん。ま身近なものだけど全然知らないよね仕組みっていうかなそう、ね、内側っていうか。うんうん、あ面白いなそれ。そうだからあの今でも私の実家のトイレには。うん 私がその作った自由研究のなんかこう A3 ぐらいのポスターが貼ってありますね<ー>。<laughs> 貼っちゃうの？推薦 <laughs> トイレの仕組みってマジで。そうそうそう。そのトイレの説明書みたいになってる。<laughs> そう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 。なんかわざわざあの親がなんていうんですかあのパネルに入れて <laughs> <laughs> 額縁みたいなのつけてなんか。飾ってありますよ <laughs>。別に賞取ったわけじゃないんでしょ。うん全然全く多分取ってないんじゃないですか、ね。覚えてないから。<laughs> そうそう。 多分お客さんはび、び、なこれって感じでしたよね。<laughs> もうわ、我我ら三十代。それはだけは覚えてますね。あとは覚えてないな。ああ<ー>。何しました。全然覚えてないけど。一<あ>個だけ。頑張ったなって覚えてるのが。六、うん、年生の時かな。六年生の時に。 私イルカとクジラとかも死ぬほど好きでめっちゃ自分で調べてたんだけどそれを友達と2人でイルカとクジラについて調べるみたいなのでノート1冊作ってなんか図書館とかに行って借りたやつから絵写して魚とイルカの違いはこうだとか4コマを。 まあ、ほぼ図書館の方の写しだけどはい、はい、写して一冊のノートにまとめて出したりとかすごしたのがそれしか覚えてないギで、えー、今もあるかな多分探せばあると思うえ見てみたい、ね、持って帰ってきてたと思う、えー、でもなんだろう評価は低かっためっちゃ頑張ってすごい私は楽しくてとっても勉強になったけどなんだろうあの 本の写し感がで、うん、出たみたいで<ー>先生からしたら、ね、これは本よくまとまってるけど本を写したものだからなんか足りないみたいに言われて<ー>でも自由研究ってさなんかこれしなさいみたいなないじゃない別にこんだけ書きなさいとかって別に提示されてなかったから逆になんで何,何があったらよかったのかとか<ー>何がなかったから駄目だったのかとかまではなんか教えてもらった記憶がなくて。うんうん ししんってでもすごい楽しそうだしなんか可愛い,い楽しかったし勉強になったし<ー>、うん、私はとっても良かったんだけど、えー、みたいな感じでもなんかそれ大人になってもなんかそういうことって多分絶対楽しいですよね、うん、楽しいと思うやっぱ好きなこと調べるのは楽しいんじゃないかなと思う その急に夏休みによし自由研究しなさいって言われてさ、うん、何に興味あったかなみたいな立ち止まりはどうしてもあるよね。今思い出してましたいろいろ <laughs> <laughs> 工作とかもあったけどねそうですねいろいろな何かありましたよね課題がね。そうそう 最近はね結構選択制になっててもあんまりないみたいなんだけど<ー>なんか絶対しないといけないわけじゃないみたいでで,、ね、でももうちょっとなんかラフに楽しんでもらえるといいなと思って、うん、なんか夏休みだからと思って気合入っちゃうじゃんか、ねうん入る入る先生もチェックに気合入ると思うし<ー>こっちもなんかいいもの作らなきゃってなっちゃうだからもっとラフになんかできないもんかねという感じで思ってたなんかね正解不正解ってよりも それを間違っててもいいから何か検証してみるとかねと楽しく取り組めるといいなと思って、えー、いいですねそのイベント楽しそう,そう,そう、うん、あ,ありがとうございます <laughs> <laughs> ちょっともうちょっと考えながら今日は家帰ろうかなそうしましょう私もちょっと。 改めて水洗トイレについて <laughs> ちょっと実家のトイレもう一回んか写真とか見せてますあわかりましたじゃあ今日はこんなところで帰りましょうかねはい,はいお疲れ様でしたというわけで今回は自由研究の話してみました皆さんは小中学校の時どんな自由研究やってみましたかもしくはお子さんがいらっしゃる方今年はどんなチャレンジをしているんでしょうか ここからはですねちょっと告知も入れさせてください。夏休み明けの9月3日、オンライントークイベント、自由研究・研究所、私、豆として企画しております。研究の始まりである疑問について、研究に関わるゲストを交えておしゃべりする予定なので、おやつどき土曜のおやつどき、ぜひゆるりと参加してもらえると嬉しいです。詳細欄にリンクを貼っておきますので、覗いてみてください。 番組へのコメントは「ハッシュタグ死亡は3 0とつけてツイートいただくか概要欄のアンケートフォームからお気軽にお寄せくださいでは今日もちょっとこの手元にある葉っぱを見ながらお家に帰りたいと思いますではでは皆様また来週。